7月30日、自分自身僕の誕生日なんですけれども、朝8時に家を出たのかな。今10時15分25分、あ、もう半までにということだったので間に合いました。すごい長旅なんですが仕事で出ています。これから打ち合わせをして昼過ぎには終わるんじゃないかと思うんですがね。一つ面白いことがあったんですけれども、今日で62歳になったんですが、自転車の一時置き場のおじさんに、シルバーシート系のところに誘導されました。見えるんだ、さすが62。ようやく仕事から帰ってきました。もう少し夕暮れに近い、まだか、4時なので、何時間働いた随分働いてしまいました。これから家に帰って、誕生日です。はい、ハッピーバースデートゥーミー。トゥーユー。まだ入っておりませんが、ケーキを買ってきてくれました。実はクロケンさんはですね、朝8時に出て、夕方の6時過ぎぐらい、4時過ぎぐらい、ごめん間違えた、4時過ぎぐらいにやっと帰ってきて、今一息ついたところです。ヘトヘトでございます。ヘトヘト。その間にケーキを買ってくれたので先食うぞ食うぞ、今日昼飯抜いて働いていたので、そうで、私もご飯代わりでございます。私も一人にあい、よいしょ、はい、こんな感じです。さくらんぼ乗ってる、そうなの、珍しいよね。はい、それではお誕生日ありがとう、おめでとう。今ね、もう時間は5時40分になってますので、あと20分で、プレミア公開という、やつですね。クロケンさんの誕生日の10年を、振り返る誰が見たいのかなんだけど、1時間ほど作ったので、みんなでチャットで話せるというのが利点です、うん、それをこの後、見ながらチャットに参加するということになります。それではいただきま す。これなんかケーキ屋のおじさんの自信作だ。そうなんですよ、キャラメルカフェ、キャラメルカフェ、クリームがカフェっぽいのかな、うん、ちょっと柔らかいかな、ちょっとこうやって細かくしたことない、 あんなに熱くはなかったけど、やっぱ何十分かね。はい、こうなります、こうなります、うん、おいしい。なんていうんだっけ、あのふわふわしてるやつ、ムース違う、うん、ムースでいいのかもしれないけど、なんかさ、そういうの、うん、プリンみたいなふわふわしてる、ババロア、ババロア、そう、外側がババロアっぽいです。そして味はものすごく繊細、うんうん、あ、そう、うん、あの遠いところにキャラメルとかコーヒーとかいるかなあ、コーヒー飲んだらどうなのかな。おお、コーヒー飲むと美味しい。あ、そう、うん、ちょうどいいんだ。おいコーヒーみたいになるんだねこれもちょっと食べちゃおうかな。あ、ちょっと待って、これ噛み取ってないから。そう、クロケンがもし、うん、これコーヒーがあまりコーヒーっぽくなくて、そうでもなかった時のためのチョコこの間行った時はコーヒー系がいくつかあったんだけど、今日は1種類しかなかったので、これ全然取れない、取れた、なのでコーヒー系を、あ、じゃなくてチョコレート系、ものすごいあっさりしてんの。あ、そう、キャラメルだけどこってりしてないんだ、甘々とかじゃないんだ。この甘々じゃない、あ、そう、ほのか甘、指で押さえる、はい、これは
そんな近く。このような感じです。これさ、モンブランも美味しそうでしょ？うん。うん、なんかこれが細いし、なんか、はい、なんていうの？まあモンブランに関してはうちの女性軍は二人とも好きなのでね。そうなんです。うん、うん、こっちもあっさり、あの甘みの抑えめっていうのが流行った時に、うん、スーパーで買ってきたケーキが一個も甘くないじゃんっていうことになっていた時期ちょっと嘆かわしいと思ったんだけど、うん、ちょうど良くなってきたね。あのスーパーじゃないけどね。そうだね、うん、ちゃんとケーキ屋さん、ケーキ職人さんだよ、うん、ちゃんとほのかに甘いっていうのを用意されています、うん、かじられちゃう。誰かの時にはあそこを今度買いに行こう。火曜日以外ね、うん、はい、まずは放送をこれから見ます。見ます。今、クロケン王子さん62歳のお誕生日の、ためのなんていうんだっけ、プレミア公開という形で動画をやっています。今ちょうどですね、猫がいない時期の、2011年のとこをやってますので、ジャン君も、チョキという猫もですね映っておりません。この後ね出てきます。お父ちゃんのお誕生日、ついこの間お母ちゃんだった。ここで喋ったらクロケンの声が被ると思ったら向こうが喋るのやめてやがる。コーヒーのケーキと交互になって、アーモンドなんだったっけ、ものすごいコンビネーションのケーキだね。うん、なんかナッツのケーキ、はい、皆さんがお祝いをしてくれているところです。それ1時間続くんですよ。お父ちゃんの髪の、ジャン君、ジャン君、クロケンおじさんのお誕生日に女のをもらったよ。ほら、これはマオイママさんからサンダルです。なんか最近はかっこいいサンダルがあるんだね。サンダルです。赤がかわいいです。涼しそう。赤がかわいいと思いました。そしてさらに靴がね、もうね、ボロボロになってきちゃったので、夏に履く靴なかったので、はい、スニーカーより履きやすそうかなと思って、はい、ここを持って履く、なんかスポーツ、こことかこことかを持って、それで最後にここを持ってかかと入れる、なんか足にフィットするとか書いてあったと思う。はい、ジャン君、マリクレールの、はい、どうもありがとう。お誕生日ありがとう。なんか書いてあった。